どうもチョロです。ポケゴの PVP の動画を上げております、今回はですねやる気者シロディスナファイアローっていうパーティーでホリデーカップ潜っていこうと思います。で1戦目なんですが相手がバルジーナですね。これはまあ、5部なのかな、まあ、一応戦えると思うんですけれども悪くはないですよね。当倍で殴れるのでまあいけると思います。ただ回転は相手の方が早いので、そこは注意が必要なんですけれども、相手がね、ツバメ返し打ってきてますね。で、こちらの技のタイミングで、ラウドボーンから投げてきたと思うんですけれども、まあ、岩ならで打ってるんで、しっかりダメージ取れるかな。そうですね、取れましたね。で、まあ、ダメージ取っていって、で、どうしようかな。このまま突っ込んでいくのかな。あ、途中で変えましたね。相手の、技ですね。なんだ、シャドーボール打ってくるわけないので、技のタイミングでとりあえずファイヤーを投げていって、で、やっぱりチャンボイスだったので、これはしっかり受けられましたね。まあね、やる気者にシャドーボール打っても今一つなんで、まあ、チャンボボイスか、まあ、噛み砕くって可能性もあったんですけれども、まあ、でもね、ファイヤーを投げて正解でしたね。で、ファイヤーとラウドボーンって、まあ、先制どっちができるか、多分5分ぐらいだと思うんですけれども、まあ、先できたんで、まあ、悪くないんじゃないかなと思います。で、相手が技打ってくるので、まあ、これはシャドーボールなんじゃないかな。さすがにこれは貼っていこうと思うんですけれども、しっかり貼れましたね。で、焼き尽くすだけで倒させてもらって、で、まあ、戻ってくる。まあ、バルジーナが戻ってくると思うんですけれども、まあ、様子を見ていこうと思うんですが、どうだろう。結構悩んでますね。バルジーナじゃないのかな？じゃあ、出てきたのが、マッキョでしたね。マッキョか。まあ、でも、マッキョはシロディスナで詰めていけると思いますね。そうですね。マッキョ地面タイプも入ってますし、まあ、相手、見てると、まあ、電気ショック型？あ、マットショット型か。まあ、でも、どちらにしろ、あれですね。白ですので、詰めていけると思います。で、相手がここで、泥爆弾打ってきましたね。放電じゃないんだ。省エネって感じですかね。もう一発こっち打ちたかったんですけれども、さっき打たれちゃったんですが、まあでも十分でしょう。これだけ末期を削って、で、あれですね。まあ、白ですので勝負できるんだったら、まあ一発でぶっ飛ばせるんで、まあ悪くないと思います。あとは相手がこちらのネッサの大地のタイミングとかでかわしてきそうな気がするので、まあそこだけしっかり意識してね、変えてきたらやる気者を投げていくっていう感じにしていけば、まあ OK だと思います。で、相手が泥爆弾打ってきて、まあこの程度のダメージですよね。逆に相手は一発も食らえないはずなんで、まあこんな感じで帰ってくるはずなんでね、まあそれを見てからしっかりやる気者を投げていって、で、岩ならで打っていくんですけれども、受けてくるかな？どうだろう？まあ、シルル1枚しかないんで、確実に一発は入れられると思うんですけれども、入りましたね。で、まあ、この後なんで、あ、シルル残ってないのか。じゃあ、全然いけますね。で、相手がここで技打ってくるんですけれども、まあ、これ貼っちゃって OK かな。これ貼らないとまずいです、むしろ。まあ、ツバメ返しだと思うんですけれども。で、のしかかり打ったんですが、これ岩流れでよかったかな。ちょっと間に合わないかなと思って打っちゃったんですけれども、まあ、でも十分でしょう。これで、ダメージ取れるんで、まあ、あとはカウンターで倒させてもらって、で、末期を迎え撃っていくんですけれども、まあ、相手諦めるしかないでしょうね。対戦ありがとうございました。相手のパーティー結構珍しかったですね。バルジーナとマッキョか。まあ確かに出れますもんね。で、まあ次の対戦なんですが、相手がノコッチということで、これ圧倒的な出しがちなんで、まあ相手引いてくるんじゃないですかね。で、引き先が、チルタリスということで、まあ追えないですね。まあ追えないので、まあとりあえず岩ならで打って様子を見ていきたいんですけれども、まあこれ入ったらちょっと考えていいかな。相手の初手がノコッチだったので、まあ、バイユってファイアローとか投げちゃってもいい気がするんですけれども、ああ、投げましたね。で、相手が張ってきたのか。まあ、でも、あれかな、ファイアロー一発だったら受けられるはずなんで、まあ、受けちゃっていいと思います。まあ、どちらにしろ一発は食らっていくことになると思うので、まあ、それでね、まあ、様子を見ていくことになるんですけれども、まあ、こっちはこっちでね、空を飛ぶ、入れることができるはずなんで、まあ、それでダメージ取っていってって感じですかね。まあ、2発はいけるかな。このゴッドワードも、まあ、受けた上でね、もう一発打てるんで、まあ、タイミングは返されちゃうと思うんですけれども、まあ、でもね、起点ももらえるし、まあ、悪くはないんじゃないかなと思いますね。というわけで、あれですね、なんだ、空を飛ぶを打っていって、で、もう一発空を飛ぶを打っていくことになるんですけれども、まあ、相手張ってくるかな、対面返したいと思うので、多分張ってくると思うんですけれども、まあ、それはそれで残っちじゃないや、なんだ、やる気者って来てもらえるので、まあ、OK じゃないですかね。ただ、一発は打たれちゃうかもな、ゴッドバード。どうしようかな。まあ、打たれたら打たれたで、まあ、シルル張っていっていいかな。というわけで、そのままカウンターだけでゴリゴリ削っていくんですけれども、まあ、やっぱり打たれちゃいましたね。まあ、ここに対してあとは相手が何を投げてくるかって感じなんですけれども、まあ、残っちゃ相手に、シルルレスラー戦えるんで、全然いけるかなと思いますね。
で、相手が投げてきたのが、ラッターンということで、うん。まあ、ちょっとね、めんどくさいの出てきたんですけれども、どうだろう、無理やりいけるかな、のしかかり2発入れていって、で、白デスナで、まあ、削り入れてっていう感じになるのかな、うん。どうだろう、まあ、波乗り、受けちゃうかな、白デスナ。波乗り受けたらちょっときつい気もしないでもないんですが、うん、どうだろうな。で、まあ、そのまま突っ込んでいって、で、相手が波乗り打ってくるので、まあ、これでやる気者やられちゃうんですけれども、ここであれですね、起点もらってやっていくって感じにしないとちょっときついかな。うん。相手が変えてきてくれましたね。これ、ラッキーでしたね。ここを変えてくれなかったら負けてたんじゃないですか。波乗り食らった上で、ドリルライナーとかで多分、落とされてたと思うので、これ変えてくれたおかげで逆に猶予ができましたね。うん、ドリルライナー2発食らってもやられないんで、2発受けた上でこっちはゲージパンパンまで貯めていって、うん、で、相手の波乗りより先にね、次ネスタの大地打つことができれば、まあ、勝てるんで、これはラッキーでしたね。相手が見ずにね、帰ってくれたんで、うん。まあ、そのまま突っ込まれたら相手の波乗りが先に飛んできてたんでね、うん、まあ、まずかったんですけれども、ほんとこれはラッキーでしたね。で、相手がここで、ドリルライナーやってくるので、まあ、受けざるを、ね、受けてくるんですけれども、ここでちょっとね、相手の、ランタンよりも、まあ、起点作った状態でこいつを倒さないと、まずいですね。で、まあ、しっかり CG 決めていって、これで一発分ぐらいあれかな、相手より先に、ネッサ撃てるんじゃないかな。うん、多分撃てると思うので、うん。まあ、勝てると思います。だけど、ま、突っ込んでいって、で、あれですね、4発目で溜まるんで、まあ、これで相手の、ランタンを倒していって勝ちですかね。うん。これはほんとラッキーでしたね。相手が波乗り撃ってたら負けてたんで、うん。まあ、良かったと思います。対戦ありがとうございました。今のバトル相手もね、ちょっと失敗したなって思ってたと思いますね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がラウドボーンですね。ラウドボーン強いっすよね。まあ、私も使いたいんですけども、スーパーリーグのいい個体がなくて、まあ、作れなかったので、まあ、使ってないんですけれども、まあ、ちょっと困っちゃいますよね。で、こちらの白レンスターに対して相手が、あれですね。なんだ、ウツボット投げてきましたね。これ追っかけるのちょっと遅かったんじゃないかな。で、まあ、シャドーボール打てるんで、まあ、これシルル剥がしていって、うん、で、まあ、やっていくんですけれども、もう一発打っていきたいところなんですが、さすがに無理でしたね。うん、で、まあ、ここには、ファイアローを投げていって、まあ、がっつり来てもらっていくんですけれども、相手の初手何でしたっけ？ラウドボーンか。うん、まあ、ラウドボーンか。まあ、そうだな。うん、ファイアローでなんとかするしかないって感じかな。うん。で、まあ、これ足場を受けていって、で、相手が途中でランタン投げてきたんですけれども、ランタンか、ここで、ちょっときついっすね。うん。これ、勝てたのかな？まあ、勝てたから動画にしてると思うんだけど、まあ、とりあえず空を飛んでいって、で、まあ、交代時間を回したいところなんですけれども、ちょっと、まあ、なかなか回らないですね。うん。これもやる気者に託していって勝ったって感じなのかな。うん。まあ、そうしないと、まあ、勝てないですよね。うん。で、まあ、ここでやる気者投げていって、まあ、とりあえずなんとかね、ファイアルを逃がすことはできたんで、まあ、それはそれで良かったとは思うんですけれども、ラウドボーンをどう処理するかって感じですかね。うん。あいつ、どうでしたっけ？ HP 結構削りましたっけ？こっち。なんか、かなり残ってた気がするんですけれども、うん。まあ、あれっすね。うん。ただ、まあ、ここはもうあれかな。まあ、噛み砕くか、チャンボイスだと思うんですけれども、まあ、チャンボイスでしたね。これ2発目は受けられないのか、どうしようかな。これ、岩なだれ2発いって、それで倒しきれるかな。まあ、相手がこれ受けてくれるかどうかってところなんで、まあ、張ってくるんじゃないかな。あ、受けてくれましたね。まあ、これ受けてくれたのであれば、なんとかなるかな。とりあえず、でも、ここで、あれですね、シルル剥がされちゃいましたね。ランタン倒しきれるのかな、これ。個体系とかしたのかな。うん。まあ、とりあえず、まあ、突っ込んでいって、で、まあ、のしかかりをほぼ2発分貯めたかな。そうですね、貯めましたね。で、まあ、のしかかっていって、うん、これ、あれですね、のしかかり2発目間に合いそうですね。うん。で、まあ、打っていって、で、この後なんですけれども、のしかかりが間に合ったので、まあ、これは当てていって勝ちか。うん。まあ、意外とあれですね、ランタン削ってましたね。どこで削ったんだ？空を飛ぶが、ちょっと入ったのかな。うん。まあ、良かったですね。うん。対戦ありがとうございました。いや、ラウドボーン強いですね。こいつ、あれじゃないですか、ブラストバーン覚えても、なんかチャームボイスとシャドーボールで良さそうですよね。では、次の対戦なんですが、相手がデンチェラですね。まあ、これは出し負けって言っていいんじゃないかな。なので、ま、白レスナー投げてったんですけれども、まあ、それに対して相手が投げてきたポケモンが、あれでしたね。アローラキューコンですね。まあ、アローラキューコンは、まあ、ここで削り入れるか、まあ、シールを剥がしていって、まあ、その後、ファイアロで、倒せるんで、まあ、悪くないんじゃないかなと思います。で、そのまま突っ込んでいって、相手がウェザーボール打ってくるんですけれども、まあ、これ素直にやられちゃっていいかな。やられちゃって OK ですね。うん。
で、まあ、ここでファイヤーを投げていけば、まあ、起点作りつつね、やっていけるんで、まあ、相手全チュラ投げづらくなりますし、うん。まあ、全然戦っていけますね。うん。だから、まあ、交代時間だけしっかり意識して、まあ、ファイヤーを投げていって、焼き尽くすだけで持っていけるかな。そうですね、いけましたね。うん、ただまあ、起点2発しかもらえなかったか。で、出てきたポケモンが、ファイアローということで、うん。まあ、まあまあってとこですかね。シールドはがっつりいけると思うので、うん。まあ、悪くないんじゃないかな。うん、シールドさえ剥がしてしまえば、もうやる気者にはなられで、こいつも、もろとも、あの、裏のね、あの、電池の方が倒せるので、うん。これはいけると思います。だけどまあ、ここで、もう一発空を飛んでいって、うん。で、まあ、相手も張ってくるんじゃないかな。どうだろう、受けてくるのかな。うんと、張ってきましたね。うん。で、相手がここで技打ってくるんですけれども、これ受けちゃっていいんじゃないかな。シールドには剥がしたんで、うん、やる気者で持っていけそうですよね。うん。で、ニトチャ打たれて、で、空を飛べるんで、まあ、これ空飛んでいって、まあ、ダメージ感覚的に、相手の HP がギリ残るって感じかな。うん、まあ、ギリ残ると思うので、まあ、そこはあれですね。なんだ、やる気者で倒させてもらってって感じですかね。うん。大戦ありがとうございました。今のはあれですね、白デスナが、まあ、釣りにぴったりな感じでしたね。アローラ球根釣ってこれたんで、そこでファイアロで来てもらえたのが、まあ、相当大きかったですね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手、ラウドボーンですね。こいつほんと嫌ですよね。めっちゃ強いっすよね。うん。で、とりあえず、ここで、相手の技か。相手の技のタイミングで、ファイアロを投げていって、まあ、チャームボイスとかね、まあ、そこら辺だと思います。まあ、シャドーボール打ってもしょうがないと思うので、まあ、噛み砕くかチャームボイスなんですけども、あ、噛み砕いてきましたね。うん。ああしかも、ここで防御下がっちゃったのか。で、出てきたポケモンが、あれか、なんだったっけ。バイウールということで。どうだろう。のしかかりもう耐えないから一発。まあ、耐えないと思うんですけれども、まあ、白レスナで押せるのかな。どうだろうな。うん。で、相手がここでのしかかってくるんですけれども、一枚貼っちゃって OK ですね。一枚貼って、相手のシルルも一枚剥がしていって、うん。まあ勝負していけば、まあ割と押せるんじゃないかな。だけどまあここで空を飛んでいって、これで相手が張ってくるか張ってこないかなんですけれども、まあ張ってきて対面を維持しに来ると思うんですけれども、そこはそこで逆にこっちはね来てもらって戦えると思うので、うん、まあ悪くないんじゃないですかね。で、相手がこれのしかかってくるんですけれども、どうしようかな、これ。やられちゃっていいかな。うん、起点もらっていっていいと思いますね。うん、そうですね。起点取りに行きましたね。だけどやる気者でしっかり起点をもらっていって、で、様子を見ていきたいんですけれども、まあ、相手のラウドボーンはゲージ入ってますし、まあ、裏次第なんですが、でもラウドボーン投げてきましたね。これしっかり冷静にね、2発打っては嫌なれ、2発打っては嫌なれってやっていけば、まあ、確実に嫌なれ一発入れることができるんで、うん。なので、まあ、まあ、いけると思います。だけど、まあ、ここで嫌なれ打っていって、これであれかな、まあ、ギリ残ると思うんですけれども、その後、カウンターで起点もらっちゃっていいかな。うん。カウンターでなんかいけそうですよね。うん。これは張っていこうかな。うん。どうしようかな。どうしたんだろう。あ、受けましたね。うん。受けるんだ。うん。で、まあ、白ですので倒していくって感じか。で、最後出てきたのがやる気者だったので、まあ、これはもういただきですね。シールドワード1枚取ってますし、まあ、このタイミングはこっちが圧倒的に有利なんで、うん。まあ、通る技があるとしたら地ならしなんですけれども、まあ、地ならしもね、別に確定に発取れてるわけじゃないんで、うん。まあ、これはもうこっちの勝ちは確定だと思います。だけど相手がここで、なんか打ってくるんですが、まあ、岩流れとかのしっかかりあたりなんじゃないかな。最近、でも最近地ならし覚えててもおかしくないか。まあ、でものしかかり打ってきたってことは、もうあれですね。覚えてないですね。うん。だけど、まあ、がっつり来てもらっていって、まあ、相手も諦めるしかないですね。うん。大戦ありがとうございました。うん、いや、白デスナってあれっすよね。なんか圧倒的なやる気者のキラーですよね。うん。まあ、地ならし覚えていたとしても、まあ、勝てますし。うん。あとはどうだろうな。このホリデーカップの環境だと、ノコッチなんかにも強いですしね。うん。まあ、あとは着地のタイミングにもあるんですけども、ランタンとも戦えるし。うん。まあ、見れるポケモンは本当によく見れるポケモンだなって思いますね。ただ、ま、逆に草ポケモンとかね。うん。まあ、あと、なんだろう。まあ、氷系のポケモンとか、まあ、そこら辺向かい打つと、うん、まあ、きつい部分があるので、まあね、そこに当たらないようにね、戦っていかなきゃいけないんですけれども、うん。ただ、圧倒的な相手に本当圧倒的に勝負できるんで、うん、まあ、それがハマるとね、本当に強いなって思いますね。で、あとは、そうっすね。まあ、ちょっとファイアロ使ってみようかなと思って、さっき言ったように、白レスナーが草ポケモンとか氷ポケモンとかには弱いので、うん、まあ、白レスナーで、
まあそこら辺を釣るというか、まあギミック的な動きで、釣っていって、で、ファイアローでね、来てもらって、みたいなことも考えてたので、まあアロッキューなんかで釣れた時はね、まあまさにそんな感じで戦えたかなと思います。で、まああと全体を通して入れるのはホリデーカップはとりあえずもうやる気者が最強ですね。こいつ入れとけば、まあ大体仕事してくれますね。白レス、それこそ白レスナとかに当たらなければ、ね、しっかり働いてくれるんで、本当に強いポケモンだなと思います。まあ、通常のスーパーレギュラー使ってもね、普通に強いポケモンですし、まあ、それは当たり前って感じですよね。というわけで、まあ、今回ね、まあ、なんすかね、まあ、せっかく作った白レスナーを使いたくてね、まあ、組んでみたパーティーだったんですけれども、まあ、まあって感じだったので、まあ、面白かったらね、もう、ホリデーカップも、これ上げてるときは最終日なのかな、だと思うんですけれども、まあ終わりだと思うんですけれども、まあ、ポテンシャルあるポケモンなんで、白レスナーは、もしね、いい個体持ってる人がいたら、使ってみてもいいんじゃないかなって思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しては気にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。